はい、ピースケです。パープラプリやっております。ということで、ちょっとすいません、データが途中からになっちゃってたので、ちょっと途中からで今日はやっていきたいと思います。ただ、セクイチで1700点ぐらい出ています。まだエビルってなんか序盤から結構ガシガシ経験点取れるような高校なので、まあ最終的な着地は全力を超えるのはまあ大変だったりするんですけど、はい。まあでもまあまあ出ているというところでセクニからやっていきたいと思います。一応ね SS4 まであと一メモリーぐらいまで行ったんですけど、でも全然まだ金徳4つまで行けてないのでっていう感じですね今のところ。どうしよう、精神でいいかな。やっぱスナイパーですね。あ、デッキか。デッキをすいません。で、レイリーじゃねえや。ファールの方って、あ、これ、面倒かからない。ファールの方がいいやつをくれたりしていて、結構、まあ、タックをね、早い段階でどれだけ組めるかっていうのがかなり重要なので。結構ファール強いかもしれないです。俺はね。で、俺、しかも、あいつがいないんで、なんだ、ハクも持ってないし、ルシファーか。ルシファーもいないので、まあ、筋力キャラを、まあ、ファールにして、っていう状態ですね、今。で、まあ、あれか、国樹が多分来るので、上限アップで、まさかの。テーブルも変わるってことなので、筋力ボーナーになってほしいよねっていう感じなんですけど、はい。あ、これは関係ないやつか。ねえ、まあ、初の型なんちゃら来るかもしれないですね。型なんちゃら、上限ね。はい、どうしよう。これは精神でいいよね。はい。で、まあ、ちょっとすいません。ごちゃごちゃしたけど、今こういうデッキでやっております。で、オートルカちゃんですね。俺はいいんじゃないかっていう、精神ボナー持ちですし、メンタルだし、して守備も補ってくれて、まあ振り袖も入れてる方とかもいらっしゃるんですけど、うん、俺はこのデッキで、で、ハクだけ借りて、あとはあれですね、佐伯と何勢、エビル勢のコンビ入れてる感じです。うわー、これ惜しいじゃん、惜しいじゃねえか、残念。まあ、劣るかね、初期評価低いからしょうがないね。お、突撃結局どれがいいのかよくわかんないから下にしてるんですけど、あ、最大値いいですね。おーおーおお、これはここだな。で、夢城に頑張ってもらう。あ、で、告白がね、まだ間に合ってないんですよ。これがちょっと怖い。どうなん。休んでいいかな、これ。回復もあるんだけど。クリスマス前にダンジョンを使いたいですよね。これは、ここで手当てをする。レイリーのね、髪の色とかがね、もう完全にしどれみなんですよね。お、いいね。最初は吸ってていいんですよね。あざす。でもうそろそろタックは踏めてくると思うので回復したい。タックをねガシガシ踏んで吸っていきたいですね。でんでれれれれれ、いや怖いわ。夢城の告白がやばい。間に合わなくてもいいかな。あ、評価いってねえのか俺。
間に合わないかな。ありがとう。金徳まで今んとこ失敗してないので結構いいっす。夢しろ、夢しろって後イベ、まだまだワンチャンある。前イベもう無理もう無理。どこ行こう、上げないとダメか。告白間に合わねえか、どうしようかな。監督、吸っちゃおうか。中途半端な時難しいんだよな。なんか教えてくださる方いたらお願いします、これはねデッキに入れてるキャラを入れるやるとコツがもらえたはず。あざす。くそー、吸い切れるけど結局吸わなきゃいけない。あ、間違えた間違えた間違えた、マジか。体力回復したかった。アホすぎるわ。ちょっと回ってこないな。ちょっと使っとこうかな。ドルーカー終わり。あざす。身長、でどれがいいんだろう。むずいんだよなこの中途半端な時が。本当にどうするべきか。食べる。よし、外した。くっそ。これはこっちか。肩もう一発来てほしいな。はい。おー、ナイス回復。助かった。3400。あー、ちょっと停滞したね。はまるはまんないあるよな、これ。タックフィニッシュできなかった。はいはい。まあ、とりあえずもらっとこう。タックじゃないんだよな。
も行かなきゃダメなやつか。全然タック埋めない。もう片方です。やる気がやばいんだけど、どうしようか。もう一回いける？成功したのか。あー、ダメだな。タックが来ない。全然失敗しないよね。ほい。ちょっとここは回復させてくれ。経験点もバランスは取れてるね、意外と。そっからどうなるかなんだよな。タイミングがめっちゃむずい。やる気こんな下がったの初めてなんだが、ただす。使ってった方がいいな。ないんだよね。シラスは欲しい。結局最後のやつだけ取れればいいんだけどね。あ、やっと来たよ。どっち？ユーモアを目が…あ、違う。ぶねえ。間違えるとこだった。これもう無理？もう一旦いけないかな。ソウル行こい。来い。ダメだ。こっちだな。あざす。お、いける？ただ 59%。 どうしよう。あ、体力回復あった。体力回復あった。いけ。あぶねー。ギリギリいけたじゃんか。
で使えばいいんだ、こういうの。あぶねー。ありがとう。ドイドディース、いや、マジ危なかった今。マジで危なかった。こっちランダムだよね、これ完全に。はい、行きましょう。回れ、回せ、回せ、回せ、よし。遅いな。ナイバッチ。よかったー。6000か、普通だな。ああ、来たね、来たね。精神は稼げてる。おお、阿部ヒパワヒ。どこ行こう。ヒリサキ。で、筋力をもらえる。使っていいか。まだシラスもらってないよね。ここ閉じ込めるか。いけっかな、金徳。すごいペース的にはすごい悪い。え、下の方がいいのかな。あー、失敗してんじゃん。やられた。もうデートしないとダメだこれ。彼女いらねえんじゃね。あ、でも最後まとめてやればいいのか。あー、こっちだな、先。これも使わないとダメかも。むずい。1回しかできないんだっけ。あ、もうダメだ。ガビーン。筋力バカー。
なマジむずい、何これ。はい、これはまんないとダメだね、ほんと。どうしよう、タック行くか。ばらけてんの。強っ。あと何ターンだ。あ、そっか、あと2ターンはデートが倍増してるから。これはどちらで、アイコンいらないよね。やば、エピローグレベルでもらえる。先守備だ。で、この有り余る筋力を使いたい。2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で入るよね。球速いな。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁3塁という場面。打った、これは強烈、右中間、一投上岸。モブしかいないアンドロメダリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている土橋。初球打ち、これって上高とかもいないの。アウト、スリーアウトチェンジ。エビル、キック。8回の裏、エビル攻撃に入ります。トップバッターは土橋。ここまで打点を叩き出しています。いい、第9打ちました、痛烈、いったー、上エビル。死んだ。なんかいいのくれ。盗塁。うん、結構技術足りないから必要かも。5がどうね、効果を発揮するか。ワンアウトランナー1塁という場面で土橋。オッケー、これはいい当たりだ、いったー、入った入った。エビの追加点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で土橋。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った、ライト方向へ持っていきます。取りました、これで3アウト。エビル、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターはケイジ、打ちました、初球打ち、掴みました、これでワンアウト。全然 OK じゃねよく考えたら全然 OK じゃね。ワンアウトランナー2塁という場面で土橋。今日はチームの全打点を叩き出しています。入らないんだけど、入
入った。打ったこれはいい当たりだ。さらにもう痛ますぎて。ヘビル。さあ守備かな。どうしよう。精神足んなそうなんだよな、金徳的に。足りんのか。いや、これがあるな。ダメだ。チェンジ、エビル。エビル、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で土橋。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。ボールツー。第3球を投げました。打ったこれは強烈。入れば同点だ。いった。入った入った。エビル、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは土橋。今日2打点を挙げています。第2球投げました。打った、ファウルボール。投球は3球目投げました。打ちました、ファール。第4球を投げました。打ちました、痛烈。いった、入った入った。エビのリードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で土橋、打った、強い当たり、抜いていった土橋。危ねえ危ねえ。エビル。これかぶってみたいよね一回。かぶってみるとどうなんだろう。多分ね、大して強いの作れてないので。かぶった。うん、大して強いのできてないので一回ぐらいかぶってみてもいいでしょう。怖怖怖怖。今主人公でしょ今。いや足りっかな、ギリ。あ、ギリ足りるかもしんない。ちょっと経験点はさておき。お待たせ。ははは。なんか顔出せんだけど。髪の毛ないんだけど。あばかば。髪の毛ないんだけど。アウト。スリーアウトチェンジ。エビル三者。何これ。髪の毛ないんだけど。迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で土橋。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、これは見送ってボール。投球は3球目、投げました、これはいい当たりだ。入れば同点だ。いった、入った入った。髪の毛ないんだけど。だからエビルリードで迎える5回です。先ほどホームランを放った土橋。振り負けた。ヒット、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で土橋。入れ、入んねんけど、なんで。打球はそのまま伸びていく。土橋タイムリーツーベース。エビル優勝決めました。いるいるいる。見事に制覇しました。ラインが一つの目標に。ちょっとどうなのか面白く見てみたい。こんなものか、たわいのない。甲子園優勝なんて単なるステップの一つだよ。俺の目標はプロ野球選手。いや、それすら小さいな。
俺は力が欲しい。そう、すべての力が。なんだこれ。やば。うん。合わせる義理はないが。まあ、バサ。なんて冗談でちょっとふざけてみただけ。本当に？もう少しだけ利用してやるとしよう。怖い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 。主人公が。こっから普通？あ、出た。全員俺の嘘にあんな簡単に騙されて、こんなところに呼び出して、そのキャップを脱げ。なぜそんなまで俺を見る。そうか、ならば奪ってしまえばいいな、記憶も心もすべて。このソウルジェイルで。な、よせ、エイル危ない。ぐ、お前は、ば、うん、お前のやつ目指すか、暴れやがって。まあいい、これから過去に戻って全てを意のままに操るだけだ。シュワワワ。待て。魂を返せ。お前まだ。く、離せ。飛ばし君早く来るでやす。わかってるって。ん、ここは。早く入部届を出しに行くでやす。あ、これは2年前。タイムスリップ成功か。悪い、やべく忘れ物したから先に行ってくれ。なんでやすか、仕方ないでやすね。キーン。俺を呼んでる。あった。こそこそ。そうだ、俺だ、この感覚こそ。ふふふ、ははは。怖い。しっかりしろ、だ。やはり奴に触れていたため巻き込まれて過去に戻ったか。となると、魂を閉じ込めたソウルジェイル自体が存在しない。だが、私が必ず持ち戻してやる。どうだ、助かっても。ガシ。終わった。かぶるとこうなるんだ。やば。はい。やばいっすね。ちょっとね、コツが全然取れない。C まで行けた。ちょっと筋力余っちゃいますが、こんな感じで。いや、なんか途中でやばかったっすね。ちょっともううまくいかなかったんでシフトチェンジしたんですけど、まあ、デッキはいいかもしれない、これ。うん、精神2枚っていうのが結構強いかもしれない。で、まあ、スナイパー枠、もう一人入れるかっていう感じですね。まあ、ファールのところに、本当はまあ、多分ルシファーいたらめっちゃ精神稼げると思うんですけど、悩ましい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さん、ピースな一日を。バイバイ。